リブリーガルは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県のコミューン。パリの北東およそ12マイルのところにある。コミューンは、石膏が採掘される、ボンディの森の丘の上にあり、現在は広範囲に都市化されているペイド・フランス地方の北側にあたる。リブリー城、1648年1900年代の、リブリー石膏の採石場。 バンサンオリオル公園セビニエコリブリーガルのリーブリーは、ガロローマ時代のビッラの名である、リーバーアカムだとも、リベリアス、またはリーベレアだとされている。ガーゴンとは、1912年に新たに新設された、リブリーの中の工業地区の名称である。リブリーの村の起源は、ガリア時代、そしてローマ時代に築かれリブリーを横断していた古い街道にある。 この街道は、ボンディの森の中の、林間の空き地近くを通っていた。ここに集落が作られた。ガロローマ時代のリベリアスである。コレージュとフランスの歴史家、カミー・ユジュリアンは、森の中のローマ時代のビラを調査し、リベリアスという所有者の名にちなんで、リベリアカムとなったとしている。多くの都市がそうであったように、5世紀末の、 民族移動時代に土地が荒らされ、11世紀末に唯一、リーブリアカスという名の痕跡が残る。封建時代のリブリーは、他の村とは違い、別々の封建領土に分割されていなかった。リブリー及びガルランアンブリ領主、ギオームドガルランドは、リブリーに荘園を建てた。城の周囲に、農度の家が数軒あった。領主は、民から非常に慕われ。 彼は1111 11年にサンマルタンデシャン修道院に寄進を行った。1186年に建設されたリブリー修道院はフランス革命で破壊された。1197年頃、ガルランド家のギオーム四世がノートルダムド・リブリー修道院を建てた。1624年から1686年まで、クリストフ・ド・クーランジュがノートルダムド・リブリー修道院の正式の 名義人だった。彼は幼くして、両親を亡くした名、マリード・ラビュータにシャンタルの貢献人だった。マリーは1644年に結婚し、セビニエ公爵夫人と名乗った。彼女は幼年期を過ごした、この修道院を夫の死後たびたび訪問している。18世紀末、リブリーはオルレアン公爵家のものとなった。革命当時のリブリーは、 人口1500人ほどの小さな村だった。彼らは主に小さな畑、ドウ畑を工作していた。1790年、聖ヌイコールエイコールオワーズ県が新設されリブリーは、小郡町所在地となった。1822年、ウルクウンガが完成した。1860年、産業家、ルイクサビエ、ガルガンが猛へ向かう、道沿いの森林を買い上げ、 製材所を設置した。この周囲が発展して、新しい地区となった。1869年、ルランシーの誕生により、リブリー面積が切断された。1873年、リブリーとスブランに、国立スブランリブリー火薬製造所が設置された。この二つのコミューンが選ばれたのは、ウルク運河と、鉄道路線に近いためであった。 1973年に閉鎖され、現在は公園となっている。1878年、リブリーは現在のセビニエ湖の水源を採水してアンギャンレバンと競おうとした。リブリー市長はセビニエレイコールゾーというスパを建設し、ノッドと肺病の病を治療する病院を2つ作った。しかしスパは成功しなかった。1912年に市議会は、 交戦中心地として、コミューンを承認してもらおうとしたが、医学アカデミーと厚生省がそれを拒否したのである。20世紀初頭のリブリーには4カ所の石膏採掘場があり、コミューンを横断する鉄道や、ウルクンがによって運搬されていた。1912年7月、コミューンの名が正式に、リブリーガルとなった。第一次世界大戦後、リブリーガルは、 パリ郊外コミューンとなって人口が増加した。戦争、新たな交通網の整備、季節労働者の流入などである。1915年のアルメニア人大虐殺後には、亡命アルメニア人たちが、リブリーガルを含む、当時のセーヌイコールエイコールオワーズ県に移住し、コミュニティを形成した。1921年には11,752人で、あったのが、 1931年には212、13人に達していた。第二次世界大戦後、さらに都市化が進んだ。2005年パリ郊外暴動事件がリブリーガルでも発生した。デニース・アマンジー、グローサド、エンエラで、フランス、リブリー、ガーゴミ・サン・イストワール・ P35、ハット・エ B ビー・デニース・アマンジー、グローサド、エンエラで、フランス、リブリー、 ガーゴンイサイストアール。P35 ハット・ラファミー・ユ・ガーランド・イルルー。ハット・デニース・アマンジー。グロー・サド・エン・エラデ、フランス、リブリー。ガーゴンイサイストアール。P253。ありがとうございます。